皆さん、こんにちは。今回は松田聖子さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。松田聖子さんが歌手活動から引退する可能性があるのか気になっている人は多いのではないでしょうか。松田聖子さんは過去に結婚をきっかけにアイドル活動からの引退なども噂されていましたが、その際にはたびたび復帰しています。松田聖子さんは現在すでに引退をしたとの声があり、話題になっています。歌手活動を続けていた松田聖子さんは、娘の神田沙也加さんとの死別後に表舞台に登場する機会が減り、今後引退する可能性もささやかれるようになりました。重ねて松田聖子さんはこれまでにたびたび引退の噂が浮上してきました。しかし2023年7月時点では芸能界活動を継続していることが判明しています。2021年12月に一人娘の神田沙也加さんが死去した際には、紅白歌合戦の出場を見合わせ、ライフワークの一環と見られてきたディナーショーも休止していたことは事実です。その後、松田聖子さんは想像を絶する苦悩を乗り越え仕事に復帰しました。2023年からは埼玉、大阪、東京、福岡、名古屋の5都市を飛び回るコンサートを開催しました。なお2023年8月には武道館の追加公演も行われました。現在の松田聖子さんの活動内容について見ていきましょう。実は歌手だけではなく映画監督としても活躍しています。松田聖子さんはこれまで毎年のように全国ツアーを開催してきました。神田沙也加さんの死去後、すぐはコンサートをキャンセルしていたのですが、現在コンサートツアーを再開しています。2023年7月時点の松田聖子さんの年齢は61歳、体力も気力も厳しいはずです。しかし松田聖子さんはプロとして弱い面を見せていません。今後も往年のヒット曲をファンのために披露し続ける決意を固めたのではないでしょうか。1979年にデビューした松田聖子さんは2023年で芸能活動44年が経過しました。今も衰え知らずの美貌でピンク色の可愛い衣装をまとい、永遠のアイドルと絶賛され続けています。松田聖子さんのファン層は40代から50代といった長年のファンだけではなく、近年は若い世代にもファン層が広がっているそうです。世代を問わず愛される松田聖子さんの秘密は、変わらない可愛らしさと内面の強さがあるのかもしれません。前述の通り、松田聖子さんは2021年に映画監督デビューを果たし、注目を集めました。作品のタイトルは、フォークロアに、あの風が吹いた日で、美しさと悲しさを持つラブストーリーです。主役のケンを演じたのは歌手の森崎ウィンさんで、ヒロインのミカを演じたのは高橋治織さんでした。松田聖子さんは主役のケンについて、イメージがすごくはっきりとあった、と言います。キャスティングにあたり、実際に歌手で、優しくて繊細な男性を探していた時に、偶然森崎ウィンさんの映像を見て、松田聖子さんはピンときたそうです。松田聖子さんによると、撮影は冬の寒い時期に行われ、夜中の時間帯が多く大変だったそうです。なお、この作品は第34回東京国際映画祭で上映されています。松田聖子さんは自身のファンクラブも運営中です。ファンクラブに入会すると、最新情報や特別なメッセージ、プライベートシーンの写真も見ることができます。また、コンサートのチケットを優先的に予約ができますし、限定オンライングッズも販売されています。なお、気になる会員費は入会費が1100円で、年会費が5800円となっています。松田聖子さんは YouTube の公式チャンネルも運営しています。これまでにアップされた動画は、楽曲のミュージックビデオや DVD のダイジェスト映像などを視聴することができます。特にライブの映像は松田聖子さんと観客が一体になって楽しんでいる様子がうかがえますので、気になる方は視聴してみることをお勧めします。松田聖子さんはこれまでに3回の結婚を経験しています。その度に引退がささやかれてきましたが、そうはなっていません。松田聖子さんが最初に結婚した旦那さんは俳優の神田正輝さんでした。2人の馴れ初めは映画
カリブ海のシンフォニーで共演したことにあります。1985年2月頃に交際に発展したようで、同年6月に目黒区にあるサレジオ教会で挙式を行いました。人気絶頂のトップアイドルである松田聖子さんの結婚は大きな注目を集めました。1986年に一人娘の神田沙也加さんを出産しました。ところが1997年1月に伝正樹さんと離婚します。そして2021年12月には神田沙也加さんが死去し、日本中に衝撃を与えました。神田正輝さんは現在も芸能活動を継続しているのですが、30年続く旅サラダ、昨年から一時の間休んでいました。神田正輝さんについても、旅サラダからの番組降板だけではなく、俳優活動についても引退するのではないかと噂が浮上していたことがあります。現在は番組の MC に復帰していますので、引退ということは今のところなさそうです。神田正輝さんと離婚した松田聖子さんは1998年5月に再婚を発表しました。二人目の旦那さんは司会の畑野博之さんです。二人の出会いは、神田沙也加さんが治療のために通院していた時に出会いました。松田聖子さんは結婚の報告会見の場で、出会った時にビビビときたと語ったことから、ビビビ婚と呼ばれ注目を集めることになります。しかし約2年半で2人は破局を迎えています。松田聖子さんから離婚の理由は明かされていません。3人目の旦那さんは神奈川歯科大で教授を務めている川名博正さんです。2012年6月に松田聖子さんと結婚した当時の川名博正さんの肩書きは慶応義塾大学の医学部准教授でした。川名博正さんの詳細なプロフィールは不明なのですが、年齢は松田聖子さんより2歳下であることが判明していますので、おそらく誕生年は1964年で、今年60歳になる年だと思われます。川名博正さんとの出会いは2010年頃になります。週刊誌ニュースポストセブンの記事によると、テレビ局で撮影をしていた松田聖子さんが急な廃棟で局内の廃車に飛び込んだところ、担当した医師が川名博正さんだったのだそうです。最初のうちは松田聖子さんの方が積極的にアプローチをしていたのですが、最終的には川名博正さんの方が夢中になったと言われています。交際に発展したものの、当時の川名博正さんには妻子がある身の上でした。このことから略奪婚だった可能性が考えられます。一人娘の神田沙也加さんは1999年にロサンゼルスにある日本人学校に通っている時に両親の身の上を隠してオーディションを受け、短編映画ビーンケーキおはぎのヒロイン役で出演し、女優デビューしました。その後、神田沙也加さんは2001年に日本で本格的に芸能活動をスタートします。デビュー当時は沙也加と名乗っていました。一時期活動休止していた時期がありましたが、復帰後はミュージカル女優や声優活動に力を入れ、2014年にはアナと雪の女王が大ヒットします。プライベートでは2017年5月に俳優の村田充さんと結婚しましたが、子供に関する考えの相違があったとして2019年12月に離婚したことを発表しています。そして2021年12月18日、仕事で訪れた札幌市内のホテルの部屋から転落し、35歳の若さで死去しました。遺書は見つかっていませんが、ホテルの部屋には書き置きが残されており、愛犬の死や恋の悩みなどが書き綴られていたそうです。マナ娘の神田沙也加さんが死去した際には悲しみのあまり、芸能界から引退するのではないかと見られていたようです。その後、松田聖子さんは紅白を辞退し、ライフワークの一環だったディナーショーもキャンセル、芸能活動を休止し、神田沙也加さんの喪に服していたようです。年が明け2022年1月末に49日の法要を行い、やっと気持ちの整理ができるようになったとのことで、松田聖子さんは同年3月に芸能活動を再開しています。音楽関係者の松田聖子さんは、沙也加さんの分も歌を届けていきたいという思いを強くしているそうですという証言をウェブメディアザクザクが報じています。神田沙也加さんが死去した際に、ファンは松田聖子さんが引退してしまうのではないかと心配する声が多く寄せられました。ネットでは
娘との死別は松田聖子さんが引退する理由としては十分に理解できるというコメントや、むしろこれを機に引退した方が良いという厳しいコメントもあり、感じ方は様々なようです。松田聖子さんは2022年12月にコンサートの中で追悼の意を込めて神田沙也加さんのデビュー曲エバーシンスを披露し、観客の涙を誘いました。松田聖子さんが歌っている様子が YouTube で公開されているのですが、ファンから見ているだけで、聴いているだけで泣けてくる、沙也加さんへのリスペクトが感じられる、感動したという絶賛コメントが寄せられています。なお、エバーシンスの歌詞を見ると、傷ついた人がまた前を向いて力強く歩いていくという意味合いの応援ソングになっています。松田聖子さんは亡き神田沙也加さんの思いを胸に抱き、これからもエバーシンスを歌い続けていくのではないでしょうか。ところで、ある男性の近況にも強い興味を持っている人たちがいます。お久しぶりです。前山武久です。本日33歳になりました。これから自分のやりたいことをやっていけたらと思います。2024年2月7日インスタグラムに突然前山武久を名乗る個人アカウントが開設されました。なりすましの可能性も否めませんが、アカウントのフォロワーのうちの一人は前山さんと親しい俳優の小沢蓮さん、現在は小沢蓮名義、32歳なので、極めて本人の可能性が高いと噂されていますと芸能関係者。前山さんといえば2021年12月に滞在先のホテルで転落死した神田沙也加さんの恋人で、入籍目前と言われる間柄だった人物です。沙也加さんの死の直後から心身の不調を理由に芸能活動を休止し、2022年6月には所属事務所を退所し、事実上の引退状態でした。その後はどこの芸能事務所にも入らず、家族のサポートを受けながら進退を模索していたそうです。事務所退所から約1年半ぶりの電撃指導に、周囲からは時期尚早だという声も少なくないようです。聖子さんにしてみれば寝耳に水で、新作の発売とほぼ同時期という、あまり歓迎しにくいタイミングかもしれませんと前山さんの知人は述べています。さて、話は遡って2017年、当時の松田聖子さんは車椅子生活を余儀なくされていました。その様子が撮られたのは常夏の国シンガポールです。羽田発の便のフライト客の集団の最後に車椅子の女性がいたのです。それが松田聖子さんでした。その直前、松田聖子さんは日本武道館のステージ上にいました。コンサートツアーデイジーの東京公演真っ最中でした。しかし、その姿はいつもと違ったといいます。全曲椅子に座りっぱなしで歌っていたといいます。なぜなら不慮の事故で怪我をしてしまったようで、松田聖子さんはコンサート中何度もごめんなさいねと口にしていたといいます。それでもあの歌声と笑顔はいつも以上だったそうです。芸能関係者によると、松田聖子さんはコンサートの1週間前に転倒しました。2日間のコンサートは両日とも痛み止めの注射を打ってのステージだったそうですが、それでも歌う時にはかなりの痛みが伴うそうです。さらに転倒してからは食事もほとんどとっていなかったそうで、いつ倒れてもおかしくない状態でした。まさに満身創痍でのコンサートだったといいます。2024年現在は松田聖子さんの足はすでに治っているため、車椅子を使っていません。後ろ向きに滑るように転んで腰と背中、それから肩を強打したそうです。かなりの重傷で、コンサートの2日前までは起き上がることもできず、武道館公演は中止も検討されました。しかし、聖子さん自身がコンサートの開催を強く希望したことで予定通りの開催となりましたと、ニュースポストセブンが当時の様子を報じていました。いかがだったでしょうか。今回は松田聖子さんの近況を中心に見てきました。松田聖子さんは2021年12月に神田沙也加さんが死去した際には、仕事をすべてキャンセルした時期がありました。ファンから引退してしまうのも仕方がないと松田聖子さんの気持ちをおもんぱかる意見が多数寄せられていたそうです。しかし、
松田聖子さんは2024年1月現在も引退していません。それどころか若々しい風貌を保ち、元気いっぱいに各都市を回りコンサートを開催しています。そして久しぶりの新作にファンからは安堵の声が上がっています。松田聖子さんが2024年2月14日カバーアルバム聖光ジャズ3をリリースしました。聖子さんにとって新作は2021年10月にデビュー40周年記念アルバムを出して以来、実に2年半ぶりとなります。アルバムにはエリック・クラプトンの Tears in Heaven のカバーが収録されています。クラプトンは幼くして亡くなった自身の息子を悼んでこの曲を作りました。聖子さんはこの曲についてこう語っています。この曲からどんなことがあっても、どんなに辛いことがあっても、前向きに生きていかなければならないということを教えてもらった気がしますとしています。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。